こんにちは。Our Life Japan and China のチンムーと申します。今日は久しぶりに大連の古き街並みを撮影するために家を飛び出した。ここ大連もだいぶ暖かくなってきて、花たちもちらほら咲き始めてる。皆さんも一緒に大連を散歩した気分になりませんか？今バスが走っているのはチョンシャンルー、大連市内のメイン通りだ。この通り沿いに大連市政府がある。今日はその付近をぶらりとすることにした。実は大連市政府を見たいと以前から視聴者さんにリクエストをもらっていたんだ。その視聴者さんのお父様が昔その場所で働いていたということだった。ほら、今奥に見えているのが大連市政府。とりあえずこの一つ先のバス停まで行こうね。129町、面白い名前でしょ。向こうに見えているレンガ造りの建物は旧満鉄中央試験場。詳しくは後でまた説明するけど、あの建物は1919年大正8年に竣工している。まずはこっちの古い建物を見てみましょう。日本統治時代、中央試験所の斜め前にあったのは南満州工業学校。満鉄が工業技術者育成の機関として1911年、明治44年に設立した工業学校。ただこの校舎が竣工し、新校舎に移転してきたのは1914年大正3年3月のことだった。専門的な技術を身につけた学生は卒業後は満鉄に入社する人が多かったみたい。100年以上前、この校舎で土木や建築、電気、機械、採光などを学んでいた日本人がいた。そして100年が経ち、今僕が
その校舎の前に立っている。僕らは地下道を通って道を渡ってみた。旧満鉄中央試験場を見に行ってみる。この研究所自体は1907年、明治40年には設立されていた。ちょうど日本が日露戦争に勝ち、大連と旅順の租借権を得た数年後だね。この場所に移転してきたのは1919年、大正8年。マンゴー資源を中心に幅広い研究開発が行われたという。ここの研究所の成果によって生まれた製造会社が満州にいっぱいあったみたい。研究所の裏あたりには古い家がいくつかまだ残っていた。しかもいい感じにリノベーションしておしゃれなお店になっている家もある。古き家が時とともに朽ちゆくだけではなく、新たな息吹を吹き込まれている。なんだか嬉しいような
ありがたいような気持ちにさえなる。今も研究所として使われてるみたい。皆さんも大連に来たら旧中央試験所のあたりを散歩してみてください。100年の時を超えタイムトラベルした感覚を味わえるはずです。壁の老朽化が激しく、歩道には立ち入り禁止の黄色い紐が張ってある場所も。この部分が特徴あるね。次は大連市政府に向かいます。今の大連市政府がある建物は日本統治時代関東州の庁舎だった。関東州っていうのは日本の関東地方とはまるで関係ないですよ。租借した大連旅順地域を当時は関東州と呼んでいたから。ある視聴者さんのお父様は関東州庁の土木課にお勤めになっていたそう。この建物の正面向かって一番左に仕事場があったみたい。この建物を何かを真似して建てたって言われている。
確かに東大安田講堂そっくりだ。日本統治時代は関東州庁地方高等法院、今は大連市中級人民法院となっている。1930年昭和5年に建てられたものだけど、威厳があって古さを感じさせない。日本統治時代は長者広場と呼ばれていた。1949年からはスターリン広場と名を変えていたけど、今は人民広場という名前。ここにソ連兵の銅像が立っていたんだ。1999年に旅順の和平広場というところに移された。びっくりした。朝窓を開け、新しい空気が舞い込むように、街にも日々新しい風が吹き込み、時を重ねてゆく。